旭川ラーメン村は、北海道旭川市にある、旭川ラーメンの風土テーマパーク、ショッピングセンター、パワーズ内にある。旭川のラーメン文化を広く知ってもらうため、地元のラーメン愛好からの企画により、旭川市の不動産、活用会社株式会社富士関材が1996年にオープンした。現在は株式会社旭川ラーメン村が運営する。 市内の有名ラーメン店8店と土産物店などで構成される。外観の壁画は、北海道東海大学旭川校の学生によって、旭川、ラーメン、ケツ、絆をテーマに、旭川市旭山動物園の動物たちが、旭川の街並みを背景に川に見立てたラーメンを食べる姿を描いている。2006年には、麺結びをテーマに、恋愛の神様。 面連店と縁固めの神様、面神大王をご神体とする、朝日川ラーメン村神社を開設した。朝日山動物園にも近く、大型バスが止められる、駐車場があること等から、団体客の人気も高く、近年はアジアを中心とした海外からの観光客が増加しており、年間来場者50万人弱のうち、約2割を外国人観光客が占める。 旭川ラーメン村神社北海道道90号、旭川環状線沿いに位置している。ありがとうございます。